も、YUKMC 新山、そして浜田裕樹でございます。どうも。はい、どうも。さあ、本日1回目、ミュージシャンの休日ということで、はい、今、ごめんね、勝手につけた、タイトルなんで。突然だからね。まあ、カメラあるし、ちょっと撮ろうかなということで。まあ、ミュージシャンの休日ということで、とりあえず今日はアイスコーヒーでね、行きたいと思います。はい、コーヒーね、某どこどこの会社のロゴマークが入ってるコーヒーをね、わざわざコップに入れ替えるんですよ。念のためにね。絶対大丈夫だって言ってんだけど、うちの社長うるさい。うるさい。うるさい、いちいち。なので、一応コップにしてありますということで。いや、ミュージシャンの休日、よろしくお願いします。よろしくです。さあ、第1回ということでね、俺がこの楽曲はマジ半端じゃないだろうと。ああ、なるほどね、曲。その楽曲をこう用意してきたんだよね。でまあその楽曲をこれから行きたいんだけど、まずその前に1個説明したいのが、携帯電話に入ってるこうギターチューナーで、普通ここにつけたりとかギターの音をね。そうだね、あのチューニング合わせるっていう。そうそう、あるじゃん。これがね、すごいのよ。そう、あのビーって動いてて、音を出すとそこにビーンってこのサスティーンの音がちゃんとどこに行ってるのか、なるほどね、あ、はいはい、っていうのをこう測ってくれる。これ見えるかな皆さん。すごいね、これね、声にも反応してるんですよね、うん、でこういう風になってるの。こういう風に見えるかな。なんか映ったりとか変なの映っちゃったりしてんね、うん、でここであーこうやってくれるわけですよ、こいつが、うん、で、これでA の音、ドレミアソラシドの CDEFGA ドレミアソラのラの音ね、をラの音を一発で出せるか大会とか、こういうのなるほどね、ミュージシャンならではのそうだね、うん、遊びなんだけど、まあ要は絶対音感ってやつだよね。そうそう、一発で音が出せるラが出せるのだと。うん、ちょっとやってみる。どっちからいく？最初じゃあ、負け戦でいきます。分かった。 A、 ちょっと待って、 A の音っていう A っていうのが出るんだけど、この A がちゃんと出るのかどうかっていう、うん、うん、で、3回までね、トライ。まず出してみて、ちょっとちょっと、今俺一生懸命どうから言ってんだから。で、これで、うん、ラが出るのかどうか。ラが出るのか。こっちでやらない。こっちで。この、ここに、これ見、こうやっとくから、これ見えてんのかな、これちゃんと。うん、これで、ゆうくんが出した声が、ちゃんと A に反応するかどうか。Hey! あー !OK? いいよ。じゃあ、お願いします。ラー、ラー。それね、そう。それソの音。今 G って出てたもん。G って出てた。うん、それソ。3回までだからね、これトライは。ラー、ラー。それね。下がったね、でも。それね、ミの音。ミだった。いや、こんなの無理だよ、普通に考えて。ラー、ラー。もう一回。ラー。ラー、それね、ファ、F。無理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 、絶対音感ないから俺。いや無理だよね、こんなんね。うん、でも俺、うん、ギターの5弦の音っていう、そっか5弦の音を出せばいいって思うと、なんかできるかも。うん、ちょっと、やってみていい？ねーん、あ、待って。はー、ファシャープ。あー、ソシャープ。ちょっと待って、難しいね、ほんと。あー、ドシャープ。全然ダメなんだよこれ。でもじゃあこれ A の音、うん、あー、これを出すよ、うん、いくよ。そしたら何が出るか、せーの、あー、微妙にラに届かない A。 だからもうちょっと、あー、バッチリ A、 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 これがラの音だ。なるほど。そうそうそう。まあ、ごめんごめん、このチューナーで、まあ、ギターのね、はい、
音をこう合わせるんですけど、はい、まあ俺らに絶対音感はなかったって言ってるぞ。でもね、これはね、うん、変なゲームより面白い。確かにね、うん、これで、あの一番外してた人が、うんうん、罰ゲームとか、うん、そうだね、は面白いかもしれないですね。俺ちょっと明日から音階の練習するわ。まあでもミュージシャンの休日ね、はい、続いてますけれども、うん、これでも一般の人がやっても面白いよね。面白いと思う、面白いと思う、うん、で中南1個をダウンロードして、そう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 、遊べばいいよね、うん、でね、ちょっと今日曲をね、ちょっと軽く歌ってみた、うん、これ歌詞出るよ、うん、出る出る出る、ナイスですね、はい、あのね、小柳、うん、ルミコ先生、おー、はい、お久しぶりねって、はい、もう大御所ですね、うん、お久しぶりねってやつ、おしさし、おひ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 だよね、おひ、あ、あひだった、あ、あ、あ、久しぶりなんですね、あああ、出ました、出ました、出る、うん、これをね、はい、これすごいの、この曲、うん、口ずさめるよね、口ずさめる、ちょっと一回一緒に歌ってみて、うん、いい、うん、ここだね、ああ、せーの、お久しぶりね、あなたに会うなんて、あれから何年経ったのかしら、少しは私も大人になったでしょう、あなたはいい人できたでしょうね、お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうでなんだか怖い、それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を抜けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる、もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度巡り会いたいね、という歌なんですけれども、うん、名曲だね、これめちゃくちゃいい歌じゃん、いい曲、うん、なんだけど、うん、これさ、うん、3曲か4曲ぐらいがさ、うん、1曲になっちゃった、ね、あー、なるほどね、まあ確かに1回すごいよね、あの、うん、普通にね、お久しぶりね、ダラ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 、あるでしょ、うん、ここからね、うん、それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を、わかるでしょ、からのだよ、うん、もう一度もう一度って来るわけ、確かに、うん、でお茶だけのつもりが全然違う、確かに全然違うね、そうだね、メロディーでしょ、うん、確かに、このでもこれがさ1曲で歌ってしっかりまとまりがあるっていう、そうなのよ、だからこれぞ、うん、俺はこれぞまさに名曲だと思う、なるほどね、で今のね売れてる楽曲とかもやっぱかっこいいよ、うん、普通に、確かに確かに、かっこいいんだけど、うん、やっぱジャンル統一されてて、うん、ドーンってこう来るわけじゃない、そうだね、うん、このね、うん、昭和歌謡をコピーしていけばいくほど、うん、すっげえかっこいい、うん、このコード進行が眠ってんのよ、確かにね、今歌ってみて思ったけど、うん、しかもメロディーも、うん、これ簡単じゃないよね、簡単じゃない、すごい、あの、それじゃあさよなら元気でと冷たくなな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 、難しい、難しい、すごい難しい、このお久しぶりねは俺は名曲中の名曲だっていう、確かにね、そう、だからなんかね、この昭和の歌謡曲って、うん、本当にやっぱりメロディーもそうだし、うん、そのコード進行もしっかり練られてるよね、練られてるね、だってこれどこのパートでも耳につく、残る、だからどこでも残るんだよ、うん、お久しぶりね、めっちゃいいじゃん、うん、で、お茶だけのつもりが、うん、酒茶すんけさっき気になっちゃったけど誰なのさどうも、新山五郎です、ですよで、それじゃあさよなら元気でと冷たく、すごいいいメロディじゃん、うん、で、もう一度、うん、もう一度
めぐり会いたいね。これが、うん、全部耳に残るの、うん、ね。そうだよね。これは半端じゃないよ。これすごいよね。だからなんか、うん、しかもジャンルもさ、うん、なんか今ちょっとあの、うん、どっちかというと演歌な方も入ってる、はいはいはい、でちょっとロックなテイストもなんか入ってる、ね、入ってるし、これもさ、じゃあ例えばさちょっとだけさファンクっぽくやってみな、うん、そうそうそう、いろんなバージョンにして合うやつを探してみたりとか、うん、だってこれだって違うメロディーと違う歌詞つけたらかっこいい曲になる。そうそうそう、こうなっちゃうからね。それ盗作っていうんだけど、まあ盗作だね。そうそうそう、そうなんだ。でもね、ほらよくさ DJ がやってるよね、トラックは使って、ね、そうだね、違う歌を歌うとかね、うん、そうだからそれもまあ一つの遊びというか、うん、ね、音楽の作り方ってもあるからね。そうね、全部をさこう真似するんじゃなくて、うん、ここのかっこいいコードのところをちょっと、そう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 、なんつうの、インスパイアされて、そうだね、うん、うん、そう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 っていうところですよ、うん、でね、まだあんの実は、うん、もう一曲、ね、もう一曲、あの反町隆史先生、はい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 、ポイズン、はい、出る、あー出る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 、うん、このポイズンもですね、これもすごい売れた曲だよね。めっちゃ売れた、めっちゃ売れた、うん、高校1年生か2年生だった、うんうんうん、で、俺もうそのぐらいかな、もうちょっと上でしょ。なんかしれっと嘘ついてそこはもうちょっと上で、そこはほらそれでいいじゃない。そうなんだけど、うん、ポイズンがね、はい、そうそう、ポイズン、この前テレビで見たばっかりなんだけど、うん、この反町先生の声が、うん、こう変にこうバーンって張ったり、うん、エッジが効かない抑揚をあまりつけないでこう歌うと、うんうんうん、で低い声で歌うから、うんうん、子供を寝かしつけるときにめちゃくちゃいいと。そうなの。そう、そうやって、本当にポイズン効果っていうのがあって、うん、なんか、うん、この曲を流すと子供が寝る、うん、タイトルは全然ダメだけどね、毒だからね、毒だからね。そう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 、そう、うん、なんだけど、あー、心地いいって言ってか、うわーって、寝かしつけるのに 最適だと、ということで、うん、まあ今今日子供ね、ここいないですけれども、うんうん、このポイズンを、うん、こう、なるべくこう、抑揚つけないで、つけないで低い、はいはいはい、渋い声で歌ってみようかなと、はいはいはい、うん、なるほどね、うん、あ、これも出ますね、 OK、 ベベ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 ベ
最後まで思い続けたい。自分は生きる意味があるはずよ。冷めた目で笑いかけてる魂を犯されたやつ、涙を流す痛みはあるのかい。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、俺は俺を騙すことなく生きていく。 Oh, oh, まっすぐ見合う間に誇りを持つために戦うことも必要なのさ。難しいね。いや、こう渋く、うん、確かに難しい。あれ、うん、なんかさらっとね、ソリマチさん歌ってるけど、うん、意外とこれ低く、なんか低音を響き出せて、うん、難しいかも、難しいかも。最後まで運命でいたい。こういうことだね、うん、ね、うん、で、この、うん、結構渋い歌がですよ、はいはい、これシャッフルにすると、うん、あのシャッフルってリズムをね、こう跳ねさせる、うんうん、あの、どん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 なるね。ごめん、決してバカにしてるわけじゃない、まあ、そうだね、うん、リズムを変えるだけで明るくなっちゃうんだよ ね、 なるね、すごくね。ちょっとなんか沖縄な感じ。そうだね、出てくるね。うん、うん、で、サビはどうなんだ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、あっはっポイズン。俺は俺を騙すことなく生きていくん。おおおまっすぐ感じなるよ ね、 ね、うん、まあでもこれ俺たちには多分子供を寝かしつけることはできない、ね、できないね。あの「テーレレレー」って言っちゃったりするよね。そうそう、やーってきそうだよ、なっちゃうね。でやっぱそれは先生にはかなわない。そうだね、うん、そうだから、なんかね、やっぱそういう周波数とかがあるみたいで、うん、さっきのそれこそあのこれね、チューナーね、チューナーね、うん、あれとかもそうだけど、ここを狙ってポーンとこう出せるってのがかっこいいよね。確かにね、絶対音感ってやつだよね、うん、あれってね、でもね、やっぱりね、子供の時に作るんだってね、うん、あ、そうなんだね。そう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 、なんか3歳までしかつかないとかあるんだよね。そう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 、だからまあ訓練すれば大人でも多少はやっぱり、ね、後からでもつけられる。そうそう、後からでもつけられるっていうんだけど、でもなんかない方が楽しいんだね。まあそうなんだね、思っちゃうんだよね。さっきしーちゃん、もう最後にさ、もう一回勝負しな。A の音がちゃんと出せるかっていう、じゃあ今度俺から行こうかな。 OK、OK、OK。じゃあ、行ってみますよ、うん、あの、ラの音が出せるかどうかっていう、さっきのね、あーレレ、ちょっと待って。なるほど、なんかこう今 D の曲弾いてたから、そう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 、俺はそうだ、ルーリルーリルーリーだったから、そうそうそう、だったよね。そう、うん、D だなっちゃってる。 D 合ってたよ、だから D だよね、モロ D。 そうそう、モロ D だった。うん、あーあーうん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 うダウンダウン、待て、ウォーイエ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 ーイラー、お、ラッシャープラッシャープ、ラッシャープ、惜しい。いつもの感じで、まあ、なかなか出ないね。ね、じゃあ、ね、
はい、はい、ゆうきくん俺でもそのラーの音聞いちゃってるから普通にラーにあ、これでこれで今何やってるかっていうと、あの、ルルルルル俺の脳内に記憶された音を音を消してます消去してるもし久しぶりにねはい、はい、もう大丈夫これ、もうこれでフラット、うん、もう消去されたから、はい、じゃあ、ライブ、はい、いきますラーラッシャープに届かないぐらいだからラとラシャープの間ぐらいね。インドの音階だよ。うん、そうだ、ね。4分の1音階。4分の1音階ってやつね。うん、難しいね、これね。で、今はね、うん、もう一回狙って、うん、多分同じとこで。出る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 。じゃあ行きましょう、2回目。いや、むずけよ。ラー。おえーラー、ばっちり。ラはい、こうやってね、結構面白いですね。結構面白いです。あの、ミュージシャンならではの遊び方っていうのが、あの、ありますんで、はい、なんだっけ、タイトル、ミュージシャンの休日。ということで、今回第1回目だったんですけど、はい、ミュージシャンの休日、はい、またね、気が向いたら、そうですね、そんなことしたら、MC、新山と、はい、浜田祐樹で、はい、送っていきたいと思います。はい、そうだね。うん、だまた面白いこと思いついたらやります。ぜひぜひ。はい、気分でやりますんで。気分で。ぜひ見てください。次もなんか、面白い曲をね。じゃあね。はい、バイバイ。デュレルレー、デュレルレル。スクラックス、Do you like the sound of this?